自衛隊機の夜間飛行を差し止める全国初の判決です。これはね、全国に波及すると思いますよ。国の主張について裁判所の理解が得られなかったということで、大変に厳しい判断、判決がされたと。神奈川県の厚木基地の周辺住民らは騒音被害を訴え、国に対し損害賠償や夜間飛行の差し止めを求めていました。今日の判決で横浜地裁は、防衛大臣がやむを得ないと認めた場合を除き、夜10時から翌朝6時まで自衛隊機の飛行を差し止めるよう国に命じました。またおよそ70億円の賠償を命じました。一方、アメリカ軍機の飛行差し止めは却下しました。